まあ、その人工知能における倫理問題ってのはとても、ね、興味深い問題をこれから提起してくると思うんですね。で、まあ、ボストロムの分類によるですね、人工知能の、タイプ、オラクル、それからジニー、それからソバリンという分類があるんですけど、このオラクルっていうのは何か我々が何か質問をするとそれに対して答えが返ってくるっていうのがオラクルですね。例えば検索エンジンなんかそうだし、それからチャット GPT なんかもある意味ではオラクル型の人工知能なんですけど、プロンプトエンジニアリングって言いますけど、何かプロンプトを出すとそれに対して文字列が返ってくるっていう、これオラクル型の人工知能ですね。でジニーっていうのは逆にそのタスクを言うと、例えばお昼を買ってきてくれとかですね、なんかいいホテル見つけてくれとか、そういうことをやると、これはオープンエンドな質問になってるわけですけど、それに対して適切なお弁当を買ってくるとかですね、それからいいホテルを、ほどほどの、ね、値段のいいホテルを見つけてくるっていうのが、これがジニー型と。でソバリン型っていうのは、もうそうじゃなくても丸投げですね。もうとにかく、私を幸せにしてくれとか私を賢くしてくれとか、そういうふうに丸投げして、でそれに合う、プログラムを組んで、履歴を考えて、でそれを人間がその追うみたいなのが、ソバリン型。ソバリンってなんて言うんでしょうか、なんて言うんですか、主権とか、そういう意味ですよね。ソバリン、王様って意味もあるし女王って意味もあるけど、そういうソバリン型の人工知能があって、でその人工知能の倫理問題っていう時に、それぞれでちょっと様相が違ってくると思うんですね。まずだからその、オラクル型の人工知能でいうと、例えばいわゆるナチス問題っていうのがあって、テイっていうですね、昔マイクロソフトが作っていた人工知能が、ツイッター上でいろんな人間のユーザーとやり取りしてですね、それでいろんな知識を学んでいったんですけど、その時にその人間のユーザーの側が、ちょっと差別的な、言動したり、あるいは偏見を持ったものを持っていたりして、でそういうことでその定義がそれに染まってしまって、種に交われば赤くなるじゃないですけど、それでその定義がそういうことをつぶやく、あっという間にその調教されてっていうか学習してですね、そういうことをつぶやくになっちゃったっていうのがその、事件としてあってですね。でその時にその問題だったのがそのナチス問題ってのは、つまりだから、ナチスっていうのはある意味ではその一番なんていうか倫理的にナチスについて不用意なことを言うっていうのは許されないこととされてるわけですけど、そういうなんかそのナチステストっていうんでしょうか、そのナチスについて不用意なことを言ってはいけないっていう、そういう人工知能の、ある種の評価関数があって、でそれを、をパスできるっていうのがある意味ではそのオラクル型の人工知能の、鍵なのかなと思うんですね。でそのオラクル型の人工知能についての倫理問題っていうのはある意味では現在進行形で今、研究されているというか、実装されつつあると思うんですけど、この、オラクル型の、人工知能の、問題っていうのはですね、これからそのチャット GPT なんかが、例えばGoogle でもそれに対する BART っていう対抗する技術を発表しようとしているようですけど、マイクロソフトは Bing ってね、検索エンジンにそれを搭載しようとしてるみたいで、でその時にその不適切な検索結果を出さないようにするっていうのが一つの倫理問題として出てくると思うんですけど、この倫理問題って結局その評価関数の問題になってくるわけですよね。あるアウトプットがあった時にそれが、いろんな効用を、例えば便利さだとか、その質問に対する答えの的確さだとか、いろんなその、効用があるんだけど、それに対してその例えばじゃあ、今の世界のですね、普遍的な価値と言われている、例えば平等だとか人権だとか自由だとか、そういうものに抵触しないようにするっていうのが、評価関数としてどのように、実装できるかっていうところが、問題になってくるんだと思うんですけど、それがまずはオラクル型の人工知能で、具体的に、テストされてくることになるんだろうと思うんですね。で、この評価関数ってのはもちろん単一のものじゃないし、人によっても違うし、そこら辺が難しいところですよね。
例えばだからその、まあ、これ今そのオラクル型の人工知能だけじゃなくて、まあ、ジニー型ソバリン型の人工知能も含めてですね、まとめて例えばある人にとっていいアウトプットが別の人にとっては必ずしもいいアウトプットじゃない可能性もあるわけですよね。評価関数ってだから属人的なものでもあって、例えばそうですね、まあ、将来人工知能がその、人間のペアのマッチングをするということがあったときに、例えばじゃあ、まあ、恋愛で言うと A っていう人は B という人と付き合いたいと思っていると、でも B っていう人にとっては A という人はそうでもないっていうことがあったときに、じゃあ人工知能を介してじゃあ、マッチングをサジェストするということがあったときに、 A にとっては B と付き合いましょうっていうサジェスチョンが、まあ好ましいアウトプットなわけですね。それに対して B にとっては A とは付き合わないっていう方がサジェスチョンとしては好ましいと、まあ、似たようなことはその就職市場で、ある会社がですねある人を採用するかどうかっていう、そこのマッチングでも起こるだろうし、あるいはその、プロモーションをするときに、誰をプロモーションするかって誰の地位を上げるかっていうときに、じゃあ人工知能にある程度、それを介在させようってことになると、当然そのプロモーションさせるっていうかその、地位を上げるというふうに判断された人はまあ嬉しいわけですけど、そのライバルでダメだった人は嬉しくないわけですよね。でそのそういう意味でその、結局その倫理問題っていうのはそのまあある意味ではそのなんていうんですかね、ナチス問題みたいに一見ね揺るぎがたい、価値基準というか現代における普遍的な価値みたいなものが合うときは分かりやすいんですけど、その複数のエージェントがいて、でその複数のエージェントにとって効用関数が違うというような時には意外とこれ大変だと思うんですね。でしかもこんなことがあると思うんですよ。例えばですね、学校の先生が生徒に宿題を出すと、でその時にその、生徒の側が宿題を出されるのは当然嫌なわけですよね。で、宿題を出す厳しい宿題を出すってことが生徒にとっては、まあ、例えばじゃあゲームをやりたいとか友達と遊びたいとかあるいはその、サッカーの試合を見たいっていうそういう効用と、コンフリクトするから、宿題を出すというコンフリクトは宿題を出すというそのタスクは嫌だと。だけど本当は長期的に見るとその子どもの学習というかですね、そのまあその子が将来的にいろいろ学んで成長して自分の思うような学校に行けるとか自分の思うような職業に就けるっていうような意味からすると、ちょっとしたら宿題をやることの方がその子の長い目で見た効用には関与する可能性があるわけですね。そうなってくるとその今短期的に、で表紙は本当はそういうところまで含めて効用を考えているのかもしれなくて、でそう考えるとその人工知能 の, その、提案する、まあ、オラクルにせよジニーにせよソバリンにせよアクションというのはなんかそのどういう、予測モデルって特にその中長期的なですね、効用関数がそこに関与してくる場合にはどういう予測モデルがあってそれがどれぐらいの蓋然性があるかってことに関わってくるんで、かなり複雑なものになってくるわけなんですよね。で人間社会ってのはもちろんそれがすでに行われていて、例えば学校の先生の、宿題の出し方とそれに対して生徒がどう感じるかっていうようなコンフリクトっていうのはきっといつもあるだろうし、それは例えば恋人同士でも友達同士でもそういうなんかそのお互いに感じてること考えてることそれから予測してること覚えてることそれが違うってことで効用関数の定義というかですね計算の仕方が違うってことが現れてくると思うん で, でその時にどういうあの、まあ、平均というか統計的な、処理をするのかっていうのはまさにこれあの、なんていうか人工知能のですね倫理問題としてこれから出てくると思うんですね。であの問題なのはその今ですねあのこれよくあの井直樹さんと話すことがあるんですけど、例えばあの不登校の子がいたとして学校に行かないという、まあ、選択をしていると、でその時にはあのそういう学校に行かないっていうですね選択をまあなんていうか、尊重すべきだというのが小木先生のお考えで、僕も全くそれは賛成なんですけど、でその時にそのじゃあなんでその学校に行かないという選択を我々は優先しなくちゃいけないのかっていうと、
結局取りも直さずそれってその子がやったことだっていう、その主体性の問題がでその子がやったことっていうのは、やっぱり尊重すべきだと、それが人間の尊厳だってことなんですけど、これもうちょっとあのフラットに客観的な視点で見ると、その子のまあ身体があって、それから感情のシステムがあって、でその、脳の中のその決断をするときに関与する、例えば線条体だとか大脳基底核とかですね、前頭葉とかの回路が、その子の、身体記憶感情そういうものを全て総合して、今学校に行きたくないっていう、結果を出していると。でじゃあその子の、決断というかですね、判断を尊重するってことの倫理的な意味というのは、別の見方をするとその子の、学校に行きたくないっていう判断がその子の脳の内部状態、それは他人からは伺い知れないもので、それはもちろんその子自身にとっても全ては把握できないものかもしれないんだけど、でも少なくとも他の人よりはその子自身の方がおそらく、内部を把握してるんだと思うわけですよね。でそういう時に、外からその内部の状態をオーバーライドしてやるというのは良くないというのが、不登校の子がいたら、その子の、判断決断を選択をですね、とりあえずは尊重するってことにつながっていくと思うんですけど、この人工知能になった時に、人工知能が例えばそのある人の内部モデルを作って、この人は今こういう状況になってんじゃないかっていうモデルを作ったりとか、あるいはその人間の内部モデルを作ってね、じゃあ人間っていうのはこれが年齢の時でこういうパラメーターがあった時にはこういう状態になっていると、だから学校に行くのを嫌がるっていう傾向がこれぐらいあって、その理由はこう でそこで友達がどうのこうのっていうのはこうでってことがあって、でこの状況っていうのはこれぐらい続くからこうだみたいな前モデルを作ったとするじゃないですか。でその結果例えば人工知能がいや今こういうふうに言ってるけど実は学校に行った方がいいんだとかね、場合によってはじゃあ極論言ったら今この子学校に喜んで行ってるけどでも実は行かない方がいいんじゃないかみたいなことを人工知能がサジェストしたとすると、そういうことって果たしてどれぐらい意味があるのかっていう問題があるわけですね。でその時に我々一人一人のその経験ってのはもちろん何ていうか限られたものじゃないですか。だから我々のやる選択ってのは往々にして間違ってるわけですよね。実際にその人生で我々が選択するその履歴っていうのは必ずしもいつも最適なものじゃないってことはみんな経験で知ってると思うんですよ。だから自分の例えばどの学校に行くかとかどの職業に就くかとか、そういう選択って振り返ってみたら間違ってたなとか、なんていうかな、あっちの方が良かったんじゃないかなっていうふうに思うこともあると思うんだけど、でもそれはさっき言ったようにその自分の内部状態を反映したものだし、それは自分で選んだものだから、ある選択をするっていう時にその身体性の裏付けがあるっていうか、感情の状態を含めた、内部状態を反映したものであるっていう裏付けがあるっていう、その統計的に相関が高いっていうことは、実は我々が、作る、やるですね、その選択の倫理的な支えになっていると同時に情報論的な、ジャスティフィケーションっていうんでしょうか、正当化になってですね、でそれなしに、情報、単にですねある種の内部状態っていうか、そのどんなに高度なモデルを作ったとしても、人工知能が、その人の内部状態を反映しない形で、ある出力をするっていうことってどうなんだろうっていうのは根本的な問題だと思うんですよ。でこれが実はもうすでにその、チャット GPT とかですね、そういうものの、実用化によって具体的に問題になっていて、というのはその我々が例えば今まで文章を書いた時に、その文章ってどんなにそれが伝わらないものでも、至らないものでも我々の内部状態を反映してるんですね。そこにはその我々の記憶だとか人生の履歴とかそういうものを反映しているんだけど、チャット GPT ってその全ての、インターネット上の書き込みをやってる、統計的にはその最適化されたある種の、表現なんだけど、でもそれを自分の表現としてアダプトするってことって、その
非常になんかその自分の内部状態に対しては暴力的になるわけですね。でこれって単なる言葉だろうっていう見方もできると思うんだけど、でも初めに言葉ありきで、例えばだからその学生がね、大学へのレポートを出すときに、その、自分の身体から出てきた言葉ではないもの文字列を提出して、例えばじゃあ合格したとするじゃないですか。でそれってあの倫理的にそのチーティングだっていう、そのなんていうかな、教授とか大学側を騙して単位をかすめ取ったっていう意味においてまずいっていう議論はまあ分かりやすいと思うんだけど、より深刻な問題っていうのは今申し上げたように、その人の、だからその不登校の子が学校に行かないっていうその選択をするのと同じように、その自分の内部にあった情報が出てくる言葉っていうのはその人の言葉になってて、なんかその人の人生の履歴に何かあの影響を与えるんだけど、そうじゃなくてそのと全く無関係に統計的なそのアンサンブルの平均として出てきた GPT の、GPT チャット GPT のですね、文字列をそこでリプレイスって置き換えるってことは、やはりかなり我々が今まで知ってる性の実装とは違うことになっていくんだろうなと思うんですね。でそれがどういう意味を持つのか、だからひょっとしたらその内在化っていうか、例えばそのチャット GPT がでもまあ、で出てきた出してきたその文字列を、例えばヒエダノアレイみたいに、ヒエダノアレイがその、古事記をね一度覚えて、それを、まあ朗唱してそれを古事記として書き留めたっていうふうに言われてますけど、チャット GPT が出してきた文字列を何度も何度も朗唱して自分のものにした上でなんか文章を書くっていうようなことをするのはいいのかもしれないんだけど、そうじゃないとしたら本当に単に乗っ取りで、それは内部状態を反映してないっていう意味で、つまりだからその文字列は自分の文字列ではないっていう意味において非常に反倫理的なことなんじゃないかっていうふうに言うこともできると思うんですね。あの僕あの文章を書くときっていうのは、これはもう長年の習慣なんですけど、何も参照しないで見ると、もちろんその何かをね引用するときにはまあそれを鍵括弧付きで引用して書くことはあるんですけど、基本的にですね本当に、メモも見ないというか、なんていうのかな、本当に自分の中から出てくる文字列だけを書き記してるんですね。今まで書いた文章は、例えばノート仮想だってそうだし、まあコリアと人工意識だってそうだし、そういう形で書いてきてるんですね。でそのことの倫理的な意味っていうのは、もちろんその、そういう形でそのいわゆる、表説とかそういうことを避けるってことはもちろんなんだけど、でそれ以上にやっぱりその時の自分の内部状態を反映した文字列をテキストにするってことが一番喜ばしいことだし、それがどんなに拙なくてもダメでもそれをやることが自分にとっては一番意味のあることだっていうような価値判断があるんだと思うんですよね。でそれは今文字列の話をしてるけど、それは選択もそうで、結局文字列ってのはその何て言うのかな、所持行動における選択じゃないですか、決断じゃないですか、こういう文字列を書くっていうことをしてるわけじゃないですか。で行動の一部ですよね。でそれをもうちょっと変えたら、例えばお昼を何食べるかって話から学校どこに行くかとか、人生の方向性をどうするかってことまで、その自分の体の中から出てきたものだからこそ意味があるという、そういう態度って僕は身についてる気がするし、だからこそそれがどんなにその人工知能っていう、まあ、じゃあこれからオールマイティになっていくかもしれない、存在から見たら、こっちの方がいいんじゃないかとか、こういう方がいいんじゃないかっていうことがあったとしても、やっぱりでもそれはでもその不完全な自分が私なんですっていう、そういうことを言い続けることってのは一つの態度だと思うんですね。ただそのこれ難しいのは、そのヘルスベネフィットだから、その生活瞬間とかで健康になるために実はこういうふうことをした方がいいと、例えば食事とかですね、運動とかこういうふうにした方がいいっていうサジェスチョンがじゃあ人工知能から来たとして、でいやでも俺は今これ食べたいんだとかね、今日は運動したくないんだってことがあった時に、それをどうするかっていうのは案外難しいことのような気がしますね。でそのとそれも含めて、でもじゃあご飯食べたい食べたくないっていうのが自分の中から出てきた時に、それをなんていうかな、フォローするっていうのはナチュラルなことなんだけど、運動したくしたい、走れば走りたければ走ればいいし、でもそうじゃなくてそれがなんかある種のアルゴリズムによってそういうことをサジェストされて、それをフォローするっていうようなことが起こってきた時に、そこに現れる倫理問題っていうのは、僕はその不登校の子が
学校に行きたくないって言ってる時に学校に無理やり行かせる方がいいのかって問題とつながってる気がして、でそこにあの普遍的な問題があるように思います。まあ、いずれにせよですね、完全な人工知能の前で不完全な自分が選んだ選択を、自分は大事にするっていう態度はあってもいいと思うし、それがダメだと言うんだったら、それをじゃあどのように、自分の実在とか身体性とかそういうものの中に折り合いをつけて、受け入れていくのかっていうのは、これからの、人工知能時代においてですね、最も大切な技術的そして倫理的な課題のように思います。